本来なら正門からお入りいただくところですが、大変申し訳ございません。恐れ入ります。ではこちらへ。ようこそいらっしゃいました、先輩。滝村さん、ありがとうございました。下がっていただいて結構です。こちらから呼ぶまで誰も通さないでくださいね。承知いたしました。どうぞ、楽になさってください、先輩。どうしました？鳩が豆鉄砲をくら、とても驚いたお顔をなさってますけど。先輩には内緒にしていましたけれど、私…それは違います。滝村さんにはくれぐれも失礼のないようにと重ねてお願いしておきましたから。ですね、先輩に格の違いを見せつけてあげようかと。ちょっと待ってください、その手を下げて。いつもそのように見下されてるから、たまには茜の花っぽく振る舞ってみたんですけど。最初見た時はビビってたくせに。俺の目の前にいるお姫様は一体誰って顔でしたよ。
じい様もご招待したみたいです。欠席とのご返事をいただいたようですけど。先輩、今夜の晩ご飯、私の分いらないって伝えていただけませんか？おお、ケーキ。まだよ、しずちゃん。ちょっと外を見張っててくれない？みやちゃんが帰ってきたらすぐ知らせて。別にそこまでして隠さなくてもさ、本人だって気づいてるでしょ？ダメです。お誕生日はサプライズパーティーって決まってるんだから。こういうのはお約束だから。ミヤもわざとらしく驚いて見せてくれるって。形式にこだわるあまり本質を見失ってない？それにしても、渡る遅いな。キャンドル間に合うかな。ミヤの方が先に帰ってきたらシャレになんないよね。本当にすぐ戻るって言うからついでに頼んだのに、どこまでプレゼント買いに行ったんだろう。お仕事の都合で急にお父様がこちらにやってくることになって。その日に偶然私の誕生日という、それはそれはめでたい日が重なりまして、父です。そうなんです。私は恵まれてるんです。ですね、今夜はパーティーです。似合わねえドレス着て、お客様に笑顔で挨拶しまくって、お父様にちょっとだけ甘えて。だからつぐみ寮の皆さんにお伝えください。私はこっちで楽しくやってますから、今夜の晩ご飯はいりませんよって。そうなんだ。それじゃあ気をつけてね。髪飾りを買うために時計でも質に入れてたとか？
それがね、ミヤちゃんが。ミヤがどうかしたの？うん、途中で偶然会ったから、今まで一緒にプレゼント選んでたんだって。101、102、103、108、109、110。はあ、ちょっと一休み。そうは言ってもですね、これ歩きにくいんですから。のプレゼントなんですよ。似合う似合うって何度も頭撫でてくれたんですから。それでも逃げ出してきちゃいましたけどね。先輩ってば強引なんですから。それはあれですね、5と半分でご飯っていうダジャレですね。教会から逃げ出して、それ似てるの公開時期だけです。ダメですよ、置いてっちゃダメです。今日の私はお姫様だからエスコート必須じゃないですか。一人でさっさと行ってしまうなんてひどすぎます。
111、112、113。117、118。あと100段。先輩先輩、あと100段しかありません。右です。はい。滝村さん、左。はい。木村さん、今度は突き当たりを右に折れてください。はい。それでは私が主体で動いているように見えません。先輩、言ってはならないことを。本日の活動は誰が何と言おうと私の…申し訳ございません、お嬢様。大丈夫でございますか？お嬢様、やはりいつものように後部座席でもシートベルトを。滝村さん、それ言ってはダメです。先輩に反射神経ないのかよお前は、と猛烈に罵られてしまいます。せっかく先回りして先輩の両親の呵責に訴えたのに。とにかくバックいたしますので、お気をつけください。ですが星野様、目的地を通り過ぎてしまいましたが。はい、滝村さん、バックはしなくて結構です。はい。先輩、場所違いじゃないですか？私が案内をお願いしたのは長森花さんのお宅なんですけど。
じゃあ先輩にご同行願わなくても私はこの場所を知っていたということですか？そうと分かっててどうして先輩ついてきてくれたんですか？それでもってできれば視聴劇の告白などがあるととても面白魅力的なんですが、ね、わあ、六条家相手にとんでもないことを言いますね。承知いたしました。ご足労いただきありがとうございました。星野様、ちょっと滝村さんまで。先輩、それはちょっと、いえかなり薄情だと思うのですが、そのお昼寝がではなくてですね。おっしゃいますが、製品購入時の保証期間というものがあるのではないかと。おいくらですか？このカード、一応ゴールドなんですけど。昔話かい？この子、エルガー先生じゃなかった。六条の旦那さんのお孫さんだったのかい。六条みやほって言います。よろしくお願いします。そういえば髪の色が旦那さんと同じだ。そうかい、今は寮にいなさるのかい。Thank you.
じゃないでしょうか。おじい様とは一度も面識がないですし、それに六条に向こう入りするまでの資料はほとんどないから、そのあたりは一から調べるしかないんですよ。あんたらいいコンビだね。それって飛躍すると仲睦まじいカップルと。いや、その辺のやりとりがね。お似合いと？あ、そうでした。あの、おばあちゃん？おじい様が英国人だった頃の話、覚えている限り教えていただけませんか？おじい様が話していた言葉、触れ合っていた人、見聞きしたもの、どんな小さなことでも覚えている限り。